かがでしたか。そうですね、その黒の時代としてもまだ冒頭も冒頭なので、うん、この過去のね、まあ、太宰のお話がどういう展開になっていくのかっていうのは、みんな急にこうドキドキしてるところだと思うんですよ、急に始まったので、はい、まあ、でもその中で、まあ、キーワードとなってくるのが、まあ、小田作と坂口安吾という、はい、その二人のキャラがその太宰に絡んでくるので、太宰の雰囲気も今いる武装探偵者の雰囲気とは全然違うところを持っているので、あ、その前に何があったんだろうとか、そういういろんな太宰の、経験していくその末の武装探偵者みたいなものをね、感じてもらえるんじゃないかなと思ってね、僕自身もやっぱこの黒の時代を演じられたことによって今いろんな思いがね、心の中にまた駆け巡っていますけども、はい、そうですね、僕も第13話、見させていただいたんですけれども、いなかったもんねすいません、そうですね、いなかったもんね、はい、いません、13話第2期が始まるっていう一発目にいなかったもんねなのにイケシャーシャーとラジオやってるもんねイケシャーシャーと申し訳ございません、ちょっと本当にパーソナリティぶって今日文豪ストレイドッグスの主役ぶってラジオやってるもんね、スタベさんが欲しい、スタベさんが欲しいごめんなさい、もう本当に、スタベさんとなら黒の時代の話盛り上がれるのになーっていう思いでいっぱいです。すいません、ちょっと本当に今日いろいろ教えていただかないと僕本当に文ストのことをいっぱい教えていろいろ教えてください全然まだ文豪ストレイドッグス分かってないですね僕全然分かんないです、本当に教えてあげる、はい、教えてあげる、何でも聞いて、いいですか、その新しく小田作の助っ人坂口、文豪がねモチーフになってるね、そうなんですね、番組なんだよ、それは知ってますよさすがにちょっと待ってくださいよ